それは神と人類の織りなす壮絶な物語。人々の安息を打ち壊したのは、光と共に舞い降りた強欲の女神だった。神々は我々を見捨てたのだ。今の人間に女神を倒す術はない。だがもしあと千年時があればどうだろうか。私はこの命に代えてもその時を稼ごうと思う。どうか子孫たちよ、いついかなる時も神々を頼む。本格派アクション RPG バルハラナイツの新たな冒険が始まる。前作から好評のキャラクターカスタマイズは、新しい種族、職業、武器、防具の追加をはじめ、顔、髪型までパーツの変更が可能に。また新たにスキルシステムを導入し、さらなるプレイヤーの多様化を実現。自分だけのキャラクターを生み出そう。80種類を超えるクエストで探索を行い、収集したアイテムでキャラクターを育成していく。その可能性は10万通りを超えた。育てたキャラクターはアドホックモードで友達と対戦や協力プレイが可能。多角的なマーケティングによりファンの声を最大限に実現し、倉庫をはじめとしてプレイアビリティが大きく向上している。その他モンスター図鑑、アイテム図鑑によりコレクション性がさらなる次元へ。表情豊かで美しい背景を舞台に、多くの謎や仕掛けがプレイヤーを待っている。フィールドとバトルがシームレスに切り替わる快適なプレイ環境はそのままに、磨きのかかった集団戦闘は最大12体のキャラクターの剣と魔法が入り乱れるレオグランドロジックバトルに進化。キャラクター AI 設定も詳細になり、戦略性も大幅に進化。待ち受ける240種類以上のモンスターをなぎ倒せ。プレイステーションポータブル専用ソフト、バルハラナイツ2。